君がいてくれて助かったよ、ありがとうとか、ちょっとプロセスに絡めて感謝の気持ちを伝える、これって多分簡単にできること、ぜひそれはもう明日からすぐにやってほしいですね。フジテレビ清水俊宏のハッシュタグ仕事好き、リーダーたちの思考法、仕事をもっと好きになってスキルに変える、仕事好きの清水俊宏です。皆さんと一緒に仕事に役立つような思考法を学んでいけたらと思います。今回の仕事好きはギビンバック代表取締役社長木下直美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の仕事好きマイスター木下直美さんはリクルート出身でチームビルディングのプロ、普段研修で教えている理想のチーム形成などについて伺います。今すぐ実践できる内容が満載です。もう組織開発とか人材開発の、まあ、はい、プロの会社と、はい、いうことですけど、はい、ギビンバックっていうこの社名は、はい、まあ、恩返しとか恩送りとかそういうことになるんですか？おっしゃる通りです、うん、ありがとうございます。何か世の中に返したいっていうのが自分の原動力なので、うん、その社会貢献の意味も含めて恩返しと恩送りのバトンリレーをしたいなっていうコンセプトでギビンバックって名前をつけました。うん、はい、今回テーマとしては個の力をこう引き出すチーム力の作り方、チームビルディングの仕方みたいなあたりを聞けたらなと思うんですけど、はいはい、企業ってやっぱり共通で悩みってあったりしますか？そうですね、結構トップの方々からの、うん、悩みはいわゆる組織の、まあ、主体性みたいなところだったりとか、うん、いわゆる離職の問題みたいなところで、うん、結構エンゲージメントで悩まれるっていうのは、うん、ご相談のメインですね。自社で今やってる事業っていうのは基本的にはその HR といわれるトレーニングのプログラムを企業様にソリューションとして提供はしてるんですけど、うん、今まで起業してからがむしゃらにクライアントの課題解決するって決めて、うん、向き合ってきた時にコミュニケーションの結構希薄化が問題になってて、それが故に主体性が低くなったりとか、うん、チームビルディングがうまくいかないとか、あと離職になってしまうっていうところがあるので、うん、それを我々の持ってるプログラムのパッケージで全て応用して解決してるみたいな感じです。具体的にどういった企業研修をされるんですか？バックグラウンド理解みたいなところで、うん、皆さん日本人だから価値観一緒だとか、うん、結構思いがちなのがあったりとか、うん、日本語喋れるからなんかちょっとしたニュアンスとかうんの呼吸でできるよねみたいなのって結構あると思うんですけど、うん、はい、私はバックグラウンドが台湾生まれで、うん、台湾人のハーフっていうところで日本で今仕事はさせていただいてるんですけど、バックグラウンドみんな本来は違うんですよね、うん、生まれも違うし、そうですね、地方にいた子もいれば東京にいた子もいるみたいなところなんで、はい、うん、そういうバックグラウンドの理解のチームビルディングが本来必要なんですけど、うん、そういったところはなかなか企業様で、まあ、やり方がわからないって意味で戸惑ってる、うん、なのでそういうソリューションをまずバックグラウンド理解っていうところでキャリアを構築するところから、まあ、自分を内省したりとかしてチームビルディングするっていうのを我々のプログラムの一つ目に置いていて、二、うん、つ目に関してはいわゆるそのチームビルディングっていうところ、さらにコミュニケーションの希薄化を改善するっていうところに重きを置いているので、フィードバックのトレーニングとか、うん、マインドの思考の考え方、捉え方とか、あとカルチャーの醸成の仕方みたいなところをパッケージ化していて、それを組織力強化っていうテーマでパッケージを支援しています、うん、で3つ目は次世代の女性の管理職の、うん、オンラインスクール型コミュニティを運営して全部共通してる企業のテーマっていうところは、うん、組織のエンパワーメントの強化、そういったところのパッケージを提供していくことで、女性っていうところだったりとか、うん、まあ、個々の尊重っていうところも含めてエンパワーメントすることが企業の、まあ、いわゆる力の最大化、個の最大化につながるので、うん、そういったプログラムを3つ置いてソリューションを提供する。働く人たちの主体性がなくて困ってるとかね、いろんなことを言う会社の方多いと思うんですけど、まあ、まずはねこうギビンバックのプログラムをやるっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、仮にこう参加できないとしたら、はい、じゃあまずはこのリーダーたちはこういうことをやった方がいいよみたいな、まずは第一歩って何かありますか？簡単なティップスとしては2つあって、うん、はい、1個はミーティングとか、うん、あとは定期的な会議の場で雑談から始めてほしい、うん、なるほど。雑談ってすごくやっぱり大事で、はい、うん、みんなが話しやすいテーマを設けてあげて、うん、オープンな環境になったりとかが大事なので、うん、あ、この人ってこういうこと考えてたんだって自己理解しやすいし、うん、他者理解しやすいので、そういう環境を設けるっていうのが一つと、うん、もう二つ目に関しては、うん、常に感謝とか称賛の文化をしっかり持つこと、でそれは言葉で言うとかっこよく聞こえるものなんですけど、うん、意外と皆さん
感謝って周囲に伝えてますか、うん、ってなると、うん、多分そういうケースってやっぱりなかなかなくて、うん、本当はすごく大事、うん、でなんでかっていうと今の若い子たちとかって、うん、あの貢献したい意欲がすごく高い、うん、それは承認欲求じゃないんですよ、うん、人の役に立ちたいってすごい強い思いを持っていて、うん、ただ生かし方が分からなくて困惑してる、うん、なのでそこで初めて君がいてくれて助かったよ、うん、ありがとうとかしっかりそれを何でもいいのでちょっとプロセスに絡めて感謝の気持ちを伝える、これって多分簡単にできること、うんうんうん、で上司がそれをまずやるんです。なるほど、うんうん、じゃないとメンバーからありがとうございますっていうのは当たり前であって、うんはい、ぜひそれはもう明日からすぐにやってほしいですね、うんうんうん、これ雑談の重要性ってね、特にコロナ以降はねもう大事だ大事だっていろんなところで言われたりしてますけど、はいはい、雑談の大事さが分かってない人に雑談をする、うん、こうコミュニケーションをなかなかこう起こせないみたいなそういうケースも若干聞いたりするんですけど、うん、そういう時ってこういう風にやろうみたいな感じ。そうですね、うん、多分それって、うん、そもそもコミュニケーションが破綻してるんですよね、うん、関係性が出来上がってない、はい、うん、なのでしっかりそこはメンバーと向き合って、うん、メンバーのことをまず理解することから始めないといけない、うん、しっかり興味関心を持って、うん、プロセスをちゃんと見てあげたりとか、うん、評価するっていう意味で感謝のフィードバックを伝えるとか同じ会社とかねチームに集まった人たちで世の中を良くしていこうっていう人たちなんだから、うん、別にね喧嘩してそこにいるわけじゃないわけですもんね。目的最終目的が一緒だったらこう、ね、あのどっちかが歩み寄ってこう、ね、感謝の気持ち持ってたら確かに良くなりそうな気がしますもんね。そうなんですよ、だから、うん、そもそもマインドセットが、うん、なんか日本人だから同じカルチャーであるっていうマインドを捨てることだなと思っていて、うんうん、私がそのバックグラウンドがやっぱり海外だったりとか、うん、直近でシンガポールにちょっと行った時に、うんうん、日本を俯瞰してみることができた機会なんですけど、うんうん、日本人自体も、うん、日本人同士も、うん、異文化コミュニケーションだなっていう、うん、異文化である、それということがきっとバックグラウンドが全員違うから、はい、全くもって同じ人って多分ほぼほぼ家族以外は多分ないと思うんで、うんはい、もう異文化であると思ったら、うん、なんかいろいろ期待するものとか変わってくるんじゃないかなって思うんですよね。うん、もう僕結構本当にあのいつもありがとうありがとうってあの AD さんたちに含めて言うんですけど、すね、そうみんなが感謝してると本当に感謝のループが回ってくるなって。そうなんですよね、はい、そうすると言葉選びもポジティブになってくるんですよ、うん、ありがたいとか、うんはい、今のすごいいいよねとかっていうグッドな前向きな言葉を使い始めるので、うん、そういうところからのもうカルチャーを醸成するっていうのが我々ギビンバークの中ではドリルでひたすらやるんですよ。へー、あ、そうなんですか、はい、例えばですね、はい、納期が遅れました、はい、っていうシーンに対して、はい、後ろ向きと前向きっていう言葉で分けてるんですけど、うんはい、その後ろ向きに捉えるとはなんでできてないのとか、うん、なんでやってないの、はい、っていう言葉があるとするじゃないですか、うん、前向きだと、うん、これが捉え方が変わるんですよ、ねうん、この子が困ってることがあったからできてないのかなっていう仮説ができるじゃないですか、うんうん、なのでなんか困ってることあるとかなんか手伝えることあるみたいな声掛けに変わるんですよ、うん、前向きでその子が本音を言いやすくなったりとか、うん、相談しやすい環境を支援するのが応援なので、うんうん、なるほど、なんかそうプラスワードに言葉を変えるとかじゃなくてそもそも考え方、捉え方、伝え方、捉え方なんですね、はい、自己肯定感が上がるんですよ、うん、これは内発的動機づけと外発的動機づけっていう考え方があって、うん、人ってモチベーション上げるためにこの2種類がないといけなくて、うん、あなるほど、内発的な動機づけは自分で上げるもの、うん、で周囲はそこに対するフィードバック、うん、でフィードバックって本来は指摘とポジティブな肯定のフィードバックがあって、うん、日本人あるあるは指摘ばっかりするんですよ、うん、あなるほど、指摘されてると自信なくしますよ ね、うん、そうですね、普通に考えて、うん、けど本来はポジティブにフィードバックしないといけないんですよ、うん、今の部分は確かにその考えはあるよね、うん、けどこうやってやったらもっと良くなるけどどう思うとかっていう言い方をすると、うん、あ確かに思考が転換されるし、うん、あできるかもみたいな、そういう風になるので、うん、なんかそういうトレーニングとかも実際、うん、へで今のなんかもっと良くなるようじゃなくてもっと良くなると思うけどどう思うまで言った方がいいんですね。みんなその相手の意見を聞いてあげないと、はい、やっぱり尊重されないじゃないですか。ってことですね。
提供されてるのがこう楽しく学んでスキルにつなげるって、こう仕事を好きになってスキルにつなげるっていう、こう仕事好きにすごいなんか合ってるなと思って、はい、あ、そうですね、私もすごい、はい、感じました。来ていただいたんですけど、はい、コミュニケーションバックグラウンドの理解ってどういったところまで、やっぱりこう飲み会とかが有効なんですか、どうすればそういうのがこう理解できるのかなって。そうですよね、バックグラウンドちゃんと理解できるようなフレームワークで、うん、ちゃんとリフレクションしながらそれを共有する機会っていうところを設けないといけなかったりとか、うん、自分の強みとか自分の価値観、じゃあ言語化できてますかって、はい、多分できてない子が多い、うんうん、できてないわけではなく、やり方がわからないが正しくて、うんうん、そのやり方をフレームを使って体験しながら、うん、それを組織だったりとか、うん、企業様の中で共有するっていうのを我々のフレームワークを通してやっていただく、うん、で体験することでいわゆる心理的安全性が生まれるじゃないですか、うん、あ、この子ってだからこういうこと考えてたんだとか、うんうん、皆さんで共通目線ができるので心理的安全性だったりとかが担保されて、うん、かつ自己開示もしやすくなるので、そこで本音が生まれたりとか、実はこういうふうに僕考えたんですとか、うん、あとはまあここにプラス感謝の言葉を最後クロージングでチームビルディングするんですけど、うん、そこで、あ、こういうふうに思われて嬉しいとか、うん、自信につながってくるじゃないですか世の中にはこうリーダーシップ論、チームを作るためにはこういうふうにやりましょうみたいなマニュアル的なものがあったりしますけど、はい、そういったものじゃなくて中にいる人たちをこう相互に理解するみたいなことがやっぱり必要なんですね。おっしゃる通り、それはそれで大事なんです、うん、まずは自分を理解してそれをどう生かすかをまず自分なりに考える、でそこを一般論を応用にしていくっていうやり方と、うん、あと周囲からのそれがフィードバックであることで、うん、初めて個の尊重が助長するというか、あの促進されるので、しっかりそこをあの相互に理解するっていうのも前提条件という感じ、うん、これタイプっていうのは大体何種類ぐらいあるものってあるんですか。そうですね、我々の定義の中では、うん、ロールモデルっていうのを9種類に定義していて、はい、いわゆるそのチームビルディングのプロジェクトが立ち上がった時、うん、中間地点、うん、クロージングの部分っていう、まあ、3つのステップに置いてるんですけど、うん、そこを思考型と行動型っていう形で9種類に定義してやってます、うん、へー、思考型行動型、要するにこう考えるタイプとこう何でも動いてみるみたいな、そうです、そうです、そういった感じになってるんです、はい、私はどっちかといえば行動するタイプなので、はい、そこの子を生かすためにじゃあこういう役割、うん、ロールを持たせてあげるといいよねとか、うん、この子はこういうスキルを持っているっていうとこと強みがあるから、うん、このロールを置くことがこの子にとっては成長機会につながるから、うん、この子が生き生きと働けるようになるよねっていうのを組織で仕事の役割を変えていったりとかする。うん、なるほど、いや、それ面白いですね、はい、大事だなと思って、僕も結構いろんなプロジェクトとかをやったりしてるんで、はいはいはい、チームがいろいろあるんですけど、はいはい、理解が進んでないとこの人たちはこういうタイプだからって決めつけて、こうね、あの、はい、もう言われちゃったからやってますみたいにこうなるとか、はいはいはい、そういうこともちょっと起きそうですよね。そうなんですよ、数字主義、実力主義、はい、結果出してなんぼ、うん、みたいなプロセスを全く見ないような、うん、まあ、文化だったりとかすると、うん、どうしても自己主張ができない、うん、自己主張というのはネガティブなものではなく、ちゃんと自分の意見を言う機会がないので、うん、プロセスでこうやって思ったとしても相談ができないとか、うん、あと自己開示も正直しづらくなりますよね、うん、今回の学び、チームがうまくいかないのはコミュニケーションの希薄化が問題かも。会議は雑談から始めてみよう。同じ日本人でもバックグラウンドはみんな違う。ここを尊重し合うことで強いチームに。心理的安全性が担保されないと自己開示できない。タイプを正しく理解する、ポジティブなフィードバック、皆さんもぜひやってみてくださいね。野下さんが来ていただいたおかげで今日なんかもうこれからの仕事がうまくいきそうだってすごい思うし、こうね、見てる方もすごい伝わったんじゃないかなとあの後編の動画の方ではどうしてこういったこうマインドとかが作れるようになってきたのかといったあたりをライフチャートを使いながらちょっとお話を伺えればと思いますので、はい、皆さんもチャンネルを登録しながらぜひお待ちいただければと思います。チャンネルを登録してくださって本当に感謝してます大事ですね